画用紙をシュレッダーバサミで切って作った松です。まず芯になる部分を作ります。チラシの大きいの1枚、半分に切ったのを2枚で棒を作っておきます。この棒の作り方はコメントの URL をご覧ください。長い棒が1本、短い棒が2本できます。棒の先の柔らかい部分を折り曲げて、3つに裂いたオレンジ色か黄色のお花紙を巻きます。これを液体のりで固めます。一番長いものは反対側の柔らかい部分を切り取り、竹串にボンドをつけて差し込んでおきます。短い方2本はフラワーワイヤーを半分に折り、ボンドをつけて切り取らずにそのまま差し込んでおきます。この状態で乾燥させましょう。その間に緑色の画用紙を細長く4つに切ります。大きさは八つ切りサイズです。端の部分に幅1センチの両面テープを貼ります。シュレッダーバサミを使ってこの両面テープのところまで切り込みを入れていきます。だんだん斜めになっていかないように気をつけてください。これで葉っぱの部分の準備ができました。これを先ほど作った芯に貼り付けていきます。端を斜めに貼り付けたら、くるくると軸に巻き付けていきます。両面テープの幅1センチずつずらしながら貼り付けていきました。短い方はこの松葉を半分に折って、真ん中で切って使います。この3本で作る予定にしていましたが、真ん中が短いのでもう1本つなぐことにしました。端を切り取った棒を竹串でつなぎました。棒の先を斜めに切っておいてぐっと押し込むとうまくつなぐことができました。フローラテープを松葉の根元から巻いていきます。
バランスの良いところで3本まとめてフローラテープで巻きます。短い枝の根元を折り曲げて形を整えます。ここにはワイヤーが入っていますので、こんな風に曲げることができます。茎の下になる部分は柔らかいところにハサミで切り込みを入れ、反対側に折り返してボンドをつけた竹串を刺しておきます。ここにフローラテープを巻きます。これで出来上がりです。これは3本まとめていますが、1本だけで作ることもできます。こちらは割り箸に巻きつけて作ったものです。どんな風に使うかによって大きさや材料を変えてみてください。こちらはお正月らしくお花紙の葉ボタンと組み合わせて飾ってみました。